皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます。川田忠久でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、100年記念塔もですね。えは、ーまあ、解体が始まったということで、あのチャンネル桜北海道でですね、えー、定点観測をしているところでもございます、まあ。あの、本当にあの暴風雪の中においてもですね、えー、この100年記念塔の解体というのは止まりません。 まあ、彼らが恐れているのは、えー、仮処分のです、ね、申請がもし通ってしまったら、えー、結果としてです、ね、もしかすると本村においても負けてしまう危険性があるということを恐れているんだと思います、まあ、そういう意味においてです、ねえー、考えればああいうふうに壊していってです、ね、もう亡き者にしてしまうというこのやり口そのもの ああいうふうに乱暴にやるっていうのも、まあ、焦りの一つなのかもしれませんが、まあ、こういったことについてはですね、これからも私たちとしては引き続きですね、えー、断固脳を突きつけてまいりたいと思っておりますんで、まあ、これからも皆様方のお力強いご協力よろしくお願い申し上げます。 本日はですねニュースピックアップということでさまざまなニュースを取り上げながら皆さんと一緒に、えー、北海道そして日本を考えてまいりたいと思いますんでよろしくお願い申し上げます、えー、チャンネルさくら北海道を支えてくださる方を募集しております、えー、チャンネルさくら北海道は皆様方のお力添えでですねなんとか今までやってきたところでもございます、まあ、非常に厳しい情勢であることは重々承知しておりますが私たちもボランティアで、えー、本当に意味でですね北海道を また日本をです、ね、大切にしたい日本をお仕事した形でさまざまな視点から、えー、皆様方にいろいろお伝えしてまいりますのでどうかご協力のほどよろしくお願い申し上げます、えー、詳細につきましては、えー、番組の最後でお知らせいたしますのでどうかよろしくお願いいたします、えー、それでは始めてまいります。 まあ、ニュースピックアップそのうちでありますけども、まあ、皆様方もこれはニュースを報道でご覧になっていらっしゃると思いますが、まあ、新型コロナ、まあ、私年々で武漢肺炎と言っておりましたけども、まあ、とうとう5月8日にですね5類に移行するということで報道がございましたまああのー、今ですね、えー、まだこの新型コロナウイルス武漢肺炎につきましてはですね、えー 患者さんまたはかかっている方または亡くなっている方まあ亡くなっていると言ってもな前も言いましたけども一度ですね、えー、コロナにかかったことがある方があ亡くなっているとまあ、死因はほとんどがまた別であるということでありますけどもまあ、そういった方がいらっしゃる中においてまあ、ようやっとですね、えー、まあ、どんどん 普通にに戻ってていいいくという意味においてですねこの5類に移行するということはまあ私としてはまあ一つようやっとここまで来たなというふうに感じているところでもございます、まあ、季節性のインフルエンザと同等になるということで、まあ、感染者や濃厚接触者の法的な待機期間もなくなるということでありました。 あの医療体制やです、ね、医療費の自己負担については段階的に勾留基準に移していくということで、まあ、具体的な移行方法または方針については3月上旬をめどに示すということでもございます、まあ,あの後で,です、ね、お知らせしますが今札幌市としても来年度の令和5年度のです、ね、予算というものが編成中でございます、まあ、当然です、ね、編成 の時は10月11月でございますから昨年のですからその時にはまあもしかするとということはあったにしても従来の形でですね、えー、予算編成しておりますのでまあ変わってくることもあるかと思います、まあ、やはりですね、えー、いろいろと国際調整でありますとか、まあ、こういったことも含めてですね、えー、変わりやすくなっている今の現状においてですね あこれに合わせた形で将来に合わせた形で予算編成するっていうのはまあ本当難しいことなんだろうなというふうに思っているところでもございますあの一応ですね皆様方にうつでお示ししておりますが、まあ、あのこの5類になっていくという中においてもですねやはりまた第2第3の違う感染症も生まれてくるかもしれないわけでございます ですから、やはり政府としてはですね、しっかりとこう対策を考えていくということも重要なんじゃないでしょうかやはりこの有事というものについてもちろん軍事的な側面でありますとかまたはですね、えー、災害自然災害などもあるわけでございますが、まあ、この感染症についても改めてですね大きな有事だったなというふうに感じているところでもございます。 あのこれこれに移った後今まで停滞している部分をどれだけですね復活させるかという経済の目においても市民生活の面においてもですねやはり3年近くもこういう風にな世の中になってしまいますとまあ、やはりなかなかですね、えー、この人々の意識というのが変わっているということで考えればまああで 新たな時代にまた転換されつつあるんだなというふうにも感じているところでもございます。私としてはですね、このマスクですね、こちらの方もですね、やはりもうちょっとこう考えてみてもいいんじゃないかなということは常々お話をしてまいりました。 まああのワクチンの公費負担は3月税で期限を迎えるということで4月以降も無料接種を当面継続する延長期間は2月にも決めるということでもありますマスクの着用ルールもまあ変わる形で,ですねこの感染症法の分類とは直結していないということで政府は屋内での着用を原則不要とする考えを 方を示していいいるというお話でございましたあの病院さんによってはですねこのことについていろいろと考えはあるかと思いますがとりあえずはやはり一つ歓迎ということでですねこれからもステイにおいては活動してまいるとそでございます。 あと皆さんもいかがでしたかねえー、もうこの意識的にね、なかなかもう世に出たくないというふうに思っちゃ、思い込んじゃってる人もいらっしゃいますし、いやもうこんなに負けないでもっともっと極的に世に出ていくべきだという方もいますし、もうこの一家庭一コミュニケーションではですね、なかなかこの分断された意識っていうのを立て直すのは非常に難しいとは思いますけども、まあ、5月8日にですね、えー、 これに変わるということで、まあ、ゴールデンウィークもあります。しい、札幌であれば雪まつりもございますよね。まあ、中国本土から多くの観光客が来たときにまた蔓延してしまうのではないかという話もあるわけでございます。あのすなわちね。やはりその北さん自身がま可、あ、もなく、不可もなく何もなくという形で。まし 国政運営をなされている以上ですね、やはりいろんな緊急時のことも考えて、えーまあ、やっていく政策やっていくってことはまあいいことではあるにしても、まあ、今までね本当にこのコロナ武漢肺炎について3年近くなりますといろいろと大変な覚えをしている方もいらっしゃるわけで、まあ、これらを救出 するこういった方々を救出するという意味においてですね私としてはとりあえずゴールに落ちたこととはは良かっったなとは思っております、まあ、これからですね雪まつりで多くの観光客の中に中国人の方々もいらっしゃるわけですし当然いろんなですね申請手続きとかにおいてもですね えー、こういった問題が出てくることを考えますと私としてはですね、えー、やはりこのマスクについてはもうとにかくいらないんじゃないかというふうにも感じているところでもございます、まあ、そういった視点からですね、えー、私たちはですね日本の独立と尊厳尊厳と独立を大事にする視点からですね今後も皆様方にさまざまなことをお伝えしてまいりたいと思っているところでございます え次はでですねシェルターでございま,すまああの他のこの報道でもありましたが日本経済新聞をですね参考にしたいと思っているところでもございますが、まあ、シェルター整備財政支援ということで、まあ、日経のですね一面に報道がございました。まあ、政府与党検討へとということで、まあ、企業 導入を促すということでですね、えー、あるわけでございます。あの以前もお知らせいたしましたがあ弾道ミサイルについての札幌においてのですね避難場所としてまあ,あの地下鉄の駅構内を中心としてですね、えー、あるということでお知らせをいたしました。まあ,あのしかしながらですね、えー、基本的に このミサイルに関しては、まあ、あの自然災害の避難場所と違って、えー、近くで,えです、ねまあ、あの歩いていたり車などで通行しているときに J アラートが鳴ってです、ね、そして避難をするということですのでうち、えー、からです、ね、その避難所に逃げるというものではないんですね、今現状の日本では。 すなわち J アラートが鳴ったときに、もしうちにいた場合においては、窓から離れた形でですね、えー、窓のないところでなるべく部屋でですね、あのまあ、じっとしてくださいということなわけであります。ですから、常にその避難所というのが至るところにあってですね、そして逃げるという場ものではないということであります。ですから、やっぱりそういったことでは、 あもし、いざという時には、なんら役に立たないという意味においてです、ね、このシェルター整備っていうのは、常々言われていたことですが、ようやっとです、ね、あのこのことが、まあ、ウクライナ情勢もあったこともあったんだと思いますけれども、やはりです、ねえー、ようやっと整備の,のために重い腰を上げたというところではないでしょうか。 で、この思い起こしを上げて、ですね、そしてこのシェルター整備をするというわけでございますけれども、あのこれ、やっぱり他の国を見てみますと、この日経の報道では、台湾は300%超えですよ、要するに常にそういうシェルターというものをつけ,あのつけてるといいますか、設置をしている、またはそのシェルターと同等の形になるようにですね、えー、しているということでございます。 まあ韓国も170%超えということで、まあ、台湾は当然中国を意識してますし韓国は北朝鮮を意識しているという意味においてはやはりこういったところはですね、えー、前々からこのシェルターについてはですね、えー、しっかりと整備をしているわけであります。あとスイスイここはもう国国でで、まあ、非常に、まあ、有名ですし当然国民 国防とということでですね国民全員が国防に関わるということから言っても当然ここもシェルターが整備されていてやっぱり103%ですねですからこう冷戦期の時からもう新築住宅においては設置を義務付けているというところでもございますあとはイスラエルシンガポールノルウェーでアメリカもある程度はそういったところもあるというところで。 まあ、この報道の範囲ではその国のところが出ていたところでございます。で、えー、日本はですねミサイルの爆風を防ぐ強固な建物を指定する緊急一時避難施設が22年昨年ですね4月時点で全国に5万2490箇所あるということでありますけどもこのうち被害を防ぐ効果が高い地下施設は1 5百0 箇所なんですねですから、えー、札幌市も以前お見せいたしましたが、まあ、学校なども入っているわけでございますけども、あのー、やはりこの地下鉄構内っていうのはもう限られてますしでこの地下施設というのが1,591箇所っていうことですからもう国民 の本当何万人に何なるんでしょうかねもう全然足りないということでございます、まあ、すなわちやはりこういったことを設置して我が国は防衛もですね国民の生命と財産を守るためにもしっかりと整備してるんだよということもある意味ではですね我が国を武力で落としてそして自分たちの利益を得ようとする行為そのものを思いとどませる。 整らせるる効果ととしては私は私あると思うわけでございますですからこういった整備っていうことにお金をかけるっていうのも私は国土強靭化の一つではないかと思っているわけでありましてまあそういう意味においてはですねまああの私はこの整備っていうのはしっかりとしていくべきですし、まあ、財政支援っていうのもしていくべきだと思っているわけでございます。 まあ札幌もですねこの爆風なども耐えれるようにした地下施設がしっかりとしてるかといったらですねまだまだ足りない部分あるんじゃないでしょうか特にもう核についてはですね本当に耐えれるかといったらまあはっきり言って疑問ですよね。 でこの日経の報道にある NPO の日本核シェルター協会によると既存の商業ビルの地下を核シェルターに改修する場合数千万円程度はかかるというわけでございまして、まあ、当然、これ財政支援がなければ、まあ、どうなんでしょうね確かに今非常にこう国際情勢がきな臭いところになっているわけでございますけども。 ここまでお金をかけてやるる必要性があるのかというふうふに、まあ、今の日本人ならですね考えてしまうこともあるんだと思いますですからしっかりとしたやはりこの財政支援っていうのは私は必要だというふうに思っているわけでございます、まあ、そういう意味においてですね、えー、私たちとしてもこの各地方においてこういった視点で行政をやるっていうことも必要なんじゃないでしょうか。例えば 与那国町の例も以前述べたかと思います。で、えー、そこのです、ね、町長さんがあ、やはり我が町にはいざ中国が攻められていても国民を保護するための施設が全く持ってないということで嘆いていたわけであります。もう本当国境の町ですよね。以前もお見せいたしましたが、もう台湾 っていうのが本当に山肌も見えるくらいもう間近に見えると、まあ、の天気のいい日、まあ、特に夏が間近に見えると、まあ、そういうことで考えればですね、えー、この与な国のお、まあ、防衛体制っていうのはですね自衛隊の配備だけじゃなくて国民をどのように守るかという意味においても整備が必要だということを考えればですね 私はこういったことにお金をかけていく、もう自然災害だけでなくてですね、やはりしっかりとお金をかけていくということが重要だというふうに思っているところでもございます。あの札幌市においてもしっかりとですね、このシェルター整備、そしてこの地下街の整備、 国民、市民の皆さんがですね、とりあえずは、まずはこのミサイル攻撃から逃げることができるようにしっかりと対応する、これは我々地方議員の役目でもあるという視点からですね、今後も取り組んでまいりましでございます。 次はでですね札幌市のの予算のお話でございますあの今国会でもいろいろと審議されてますしどうもそうですし、えー、皆様方ですね札幌市外にお住まいの方であれば、えー、ご自分がお住まいになっている各市町村においてもまあ、大体予算の発表っていうのが出てきているかと思うわけでございます。まあ令和5年度のですね予算ということになります。まあ、ちなみに札幌市の一般会計予算はですね 1>, 1兆1,922億円ということであの引き続き1兆円を超えているところでございましてまあ去年よりも2.6%増ということになるわけでございます。で、えー、この予算っていうのも重要で何に使って何に使わないかやはりその背景としてはどういった思想に基づいてこの予算を決めているのかということが言えるわけでございます。 あのですね、この1兆1922億円という中においてこれ、結局のところ増えたというのは何かといったら、まあ、物価の高騰なども言えますしやはりです、ね、今の世界的な情勢もいろいろと考えながらです、ね、この財政というのは作られたんだろうなというふうに思っているところでもございます。 でその中の予算でですねまあ私が注目しているのはこれは私だけでなくて自民党会派としてですね常にこの札幌市政の一番の課題である除雪あのー、本当にね今週先週もですねたくさんの雪が降りまして皆さんもこの除雪については大変な思いをされているかと思うわけでございますがあの札幌市ではですねこのずっと ですねこのパートナーシップの排設の地域支払いっていうのがありましてこれ町内会負担なんですよねそしてパートナーシップ制度、えー、札幌市と地域住民が折半をする形でですね、えー、この除雪時におけるこの排設作業っていうのも行う形となっているわけでございます。で この町内会の負担軽減という意味においてです、ね、この地域支払額の据え置きというです、ね、部分もあります排泄に必要な人件費、燃料費などの上昇によって地域支払額の引き上げを要するところ町内会等のです、ね、負担軽減のため当面、地域支払額の据え置きを実施ということであります。 やはりこれ,からですよ、ね、これからどういった形で札幌を盛り上げていくのか、まあ、そう考えた時に、まあ、私たちとしてはですねどういった政治家議員そして首長を選んでいくかというのはここからが重要なところにもなるわけでございます。 それはやはやり国家予算っていうのは基本的な経常経費だけをですね予算化するのが、まあ、筋でありますけども今回はですねもう本当の意味で、えー、いろんな施策についてですね私のところに突きつけてきてるわけでございます。で、えーまあ、チャンネル桜北海道ですからいろいろと興味のある,ところないとあるところないところっていうのはあるかと思いますが。 えー、ちなみにアイヌ施策推進費ですね1億9374万1万一千円でアイヌ住宅建築費貸付金でこれですね、えー、まあ昨年から同じ金額なんですけどもこれは4110万円ということで。 まあ、これ何か誰か借りたいと言ってる人がいるんでしょうかまあこういったところもですねちょっと注目をしていかなければならないなというふうに思っているところでもございますそれで、えー、今年度は国際芸術祭というのもありますのでこういった中身もですね見ていかなければなりませんで,で来年度予算これもう上田支店になってから1,000億円をですね生活保護費が超えてるわけでありますけども 札幌市として、まあ、これは4分の3は国ですね4分の1が札幌市という予算組でありますけれどもこの生活保護扶助費1,270億円ということで、えー、結局のところ1兆1,900億円ということで前段にお話しいたしましたがまあ約10分の1ということですよね。 まあこれは本当に、まあ、あのこれは4分の3は国費ですから、まあ、4分の1が札幌市ということにはなるんですけどもまあ,あの相変わらずやはりちょっと多いなというふうに感じているところでもございます。まあ、ちなみにこの町内会のこのパートナーシップですねこの人件費燃料費の上昇で、まあ、地域支払額 の引き上げを要するところなわけでございますけども、もまあ、町内会の負担軽減ということでですね、えー、当面、地域支払額は据え置きをするということでございました。ですからえー1キ、1期1キロメートルあたりですね。地域支払額まあ、1番2000ですけども、これが負担軽減と。 いうところでもございますまが、あ、ですね自民党会派私もそうですけどもこのパートナーシップ制度はもう時代に合わないからやめるべきだというお話をしておりましたしかしながらですねまあなかなかそういったところに至るのは難しいという中においてもこの皆様方のこの パートナーシップの除雪のですね、支払額でありますが、まあ、末置き地域支払額が背負きということになったわけでございます。まあ、こういったことがですね、それぞれこの除雪なども含めて、また先ほどは IN 施策費のこともお話をいたしましたが、まあ、札幌市としてはいろいろとですね、えー、この予算組み、 1>, 1兆1,922億円ということでですねこれが来月から行われる議会でですね調停されるということでもございますまああのこの予算というのは当然ですね私たちの生活に密接に関わるという意味においておけばおいて考えればですね私としてはやはり先ほどシェルターのお話をいたしました またですね、このコロナ武漢肺炎で5類に落ちた時にいろいろとこの公費の部分で、えー、予算のところもですね昨年の10月での予算編成でございますから、まあ、どのような形で公費負担がなされるかっていうのもこの流動的であるということも踏まえてですね まあ大事なことはこの札幌市の発展にまあ少しでもお金を振り分けていくんだとそのことが結果として住みよい街になるんだということはですねこれからも訴えて姿勢で生かしてまいりたいというふうに思っているところでございます。<music> 以上ですね、すべて終了したところでございます。えー、まず告知がございます。国盛集の皆様方の該頭演説がございます。まあ、それぞれですね、日付と場所と書いておりますので、詳細はこの画面でご覧になっていただきたいと思うところでございます。 で、もう一つ告知がございます。2月12日14時30分から4時まで、札幌市厚別区民センター2階区民ホールでですね、私のですね、恐縮でございますがセミナーを行わさせていただきます。あの、会費として1000円は頂戴したいと思っているところでもございますが、まあ、講師として、えー、チャンネル桜北海道キャスターとしてですね、 同じく活動しそして活躍しております小野勝さんでございます昨年11月あの飛行機の関係でですね、えー、急遽講習同じくお願いしていたんですが来れなくなりました。 でも今回はリベンジということで,です、ねえー、北海道の歴史資産がとんでもないことにということで、えー、100年記念とをはじめとしてです、ねえー、さまざまなことをですね小野ラさんからお話しいただけるかと思いますあの最新情報やまたはなかなかネットでは流せない情報もですね、えー、しっかりとご用意をされているということでございますのでどうかはです、ねえー、2月12日厚別クリーンセンター えー、14時30分から16時こちらの方にですね、えー、ご覧になっている皆様方からも多くの方がお越しいだければ幸いでございますのでどうかよろしくお願い申し上げます、えー、告知も終わりましたすべてこれで終了でございます 来週もですね、元気に各キャスター、日本の尊厳と独立を守る形ででさまざまなことをお伝えするかと思いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。うん